きなスタジオで、まあ、王道な、ミュージックビデオ撮影やっぱ通っとかないと、今からセットで、組まれるみたいですけど、まあ、少しでも気になかったら私バーンとこれ全部ね崩してやろうと思います。地獄の鬼のようにねえバーン8時です、8時10時入りの9時とか10時とかにあおるんじゃないかなというそうですけど、頑張りたいと思います。カメラまだ5分前ぐらいにバシッと来ますんで、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。寝るぞ。よし、あ、ちょっとおばあちゃんみたいな匂いするな。悩むな。じゃあ自分はこっちで行こう。ああ、なるほど。なんか、そうね、色違いのおそろ着てるのなんかちょっと、なんかいいぞ、ちょっとね、なんかあら、え、めっちゃ可愛いこれ。しないでくださいって。ね、その T シャツいいよね。これで、気持ちはもう一個あれですよね。はい。どれが一番好きやと思う？これ。うーん。ぐるぐるドーン。こちら。普通に欲しいやろこれ。え、これ買い取らしてもらって可愛らしい。なんかチャンネルがスニーカー履いてんの。なんか珍しい、ね。いや、俺もこれも全部もう買わしていただこうかなと思って。やっぱブーツって重いの。さらに水分で。水分でどんどん重くなっていくからさ。すごいよな。絶対のブーツ重いじゃん。それピョンピョン飛んでるから。そうなんだ。うわ、もういい匂いがしちゃうんだもん。やばいやばい。でも今食べちゃったら顔出ちゃうからね。地獄だよ。レーカーの追い込みが、こんなんだったらもう断れなかったかもしれない。君のだから、こんなカレーの匂いされるんだったら、いいだろ。ただ、なんか足水だっていくんさんがちょっとね、こう青みがかったような映像です。あの写真撮るから顔を映りたくない人は向こう向いといて、これツイッターあげちゃうよ。あれ、あ、容量不足で撮れませんでした。史上一番汗かいてると思います。風邪ひくわ。あの早いから休むとこないね。そうなんだよ。あとやっていかんない。なんかあんまりアウトグローの時さ、クソ寒かったからまだいいけど。そうだね。汗かかんないけど、学生から。汗かきすぎゆえの汗待ち。おっさんの汗が引くのをおっさんがいっぱい待ってます。怖いですね。いや、まあインディーズの時からずっとこう大切にしていた曲だったんですけど、まあ、メジャーの音でやってみたいなっていう夢がずっとあって、で今年アルバム出さないのかなってずっと思ってたんですけど、でもよく考えたらなんかね、昔の、インディーズの時だった、もう一回撮り直したいなと思ってる曲がいっぱいあったので、それを今回、じゃあバンディッツでと。やるようになったらえらくかっこよくなりまして、えらくスピードも速くなりましてですね、だいぶ速くなって、今もう膝に水が溜まってるような感じがしてるので後悔がすごいんですけど、
鈴木くん、鈴木くん、鈴木くんもなんか入っちゃいそうなんだよね、この、あの画角だったら。大丈夫？ということはパスタさんも入ってます。あ、呼びましょうか。呼びましょうか。入っちゃいますね。パスタくん、ごめんね。入っちゃうな、ごめん。うん、これ入っちゃうわ。ちょっと一回立ってごらん、立ってごらん、パスタさん。あ、バッチリ入ってますね。あ、入ってますわ。これも言い逃れできないですね。見えるな、こっち。今、あくび我慢してたんですよ。一応、あくび我慢して、ね、見てください、ね。くっつかれてるから。頑張って表情を見ていただければなと思います。ゲロバンドでございました。お疲れでした。バイバーイ。